不安で眠れない夜を過ごしているみんなに心と体を軽くするストレッチを届けたくて、急遽このメニューを組みました。健康のプロの方、資格を持っているトレーナーさんと連絡を取って、子供ちゃんからおじいちゃまおばあちゃままでできるストレッチになっているので、無理せず一緒にやろう。場所が取れない人もおると思うけん、座ったままで大丈夫だよ。はい、まずは胸開きからいきます。胸をね、こうやってぐーって開いてあげます。胸をしっかり開いて肩甲骨を見せる。その時に腰を反りすぎないように。いつも動画を見てくれてるみんなからの応援メッセージ読みます。泣きたい時は泣けばいいから、ねえ無理はしないで。涙枯れたら笑顔が開く、ほらもう笑ってる。バイさよさこい。福島で 3.11 を経験しました。余震もあるし、断水停電でお風呂にも入れない。暗い中過ごすのも不安だし辛いけど、絶対復興するから、辛い時は絶対溜め込まないで。バイチビタ。はい、OK、次はその体勢のまま首を左右にゆっくりゆっくりゆっくり倒していきます。緊張状態が続くとね、どうしても肩周りが痛くなってきちゃうからね。これでほぐしていこう。一人じゃないよ。バイイチゴ。今を生きてください。辛い時は泣いてもいい。ずっと祈ってます。バイアポ。一人じゃないって最強だ。バイチャマ。辛いことの後は必ずいいことが待ってます。だからみんなで乗り越えましょう。バイアマト。で、次はそのまま両手を鎖骨のあたりに手を置いて、ぐーっと首の前を伸ばしていきます。これでね、リンパの流れと詰まりを解消していくよ。よし、今夜もみんなでポカポカ温まろう。あなたは一人じゃないよ。バイコアコ。辛い時、苦しい時は泣いてもいいんだよ。未来で一緒に笑おう。バイアッキー。私たちの2024年はここから絶対良くなる。バイレイ。はい、次はね、この肋骨周り、横腹を伸ばしていくっちゃけど、こうやってね、ギュッと、なるべく真横に伸ばせると OK。 で、これでね、手が上がんないよって人もおると思うけん、手を頭に添えてこうやって伸ばしてあげても OK。 その時反対の手で膝を持ってあげると安定するよ。はい、顔を上げて、絶対大丈夫。また明るい日々が戻ってくるよ。不安でいっぱいだと思うけど、一人じゃないよ。私も頑張るから、一緒に頑張って乗り越えよう。バイユイ。絶対に笑顔になれる日が来ます。だからきっと大丈夫。バイ窓。はい、そのまま反対行きます。今日と同じ日は二度と来ないけど、生きててよかったと思える日が絶対に来ます。来ることを信じてるし、そんな日が来るために私たちも全力で支えたいです。何よりそんな日を迎えるために今どうか踏ん張ってください。バイサクラッチ。無理に笑わなくても大丈夫。またみんなで笑える日が来ますように。一緒に乗り越えよう。バイニック。はい、OK。 はい、次は足をブラブラしていくよ。こうやってね、だってブラブラってするっちゃけど、これでね、ふくらはぎの血の流れを良くしてむくみ解消していくよ。生きててくれてありがとう。今は辛くて怖くて不安がいっぱいだと思うけど、絶対明るい未来が待ってる。みんなで一緒に乗り越えよう。バイレナ。平和な日常が戻りますように。皆様が安心して過ごせる日々になりますように。バイユーナ。はい、OK。 はい、次はね、下半身のストレッチやっていくっちゃけど、足を組んで伸ばしてあげる。伸ばしてあげて、手を恋人つなぎ、恋人つなぎをして、そのまま回す。ぐるぐるぐるって回してあげる。今靴履いてる人はね、これだけで、これだけで大丈夫だけど。3.11 を経験した東北人です。とっても辛かったし、現実と向き合えない日々もあったけど、今とても楽しく過ごしています。泣きたい時、辛い時、無理せず思いっきり落ち込んで泣いてください。明るい未来は絶対来ます。いつか必ず笑顔になれます。大丈夫です。東北から応援しています。バイかまゆ。
次はもうそのまま反対いっちゃう。反対の足にいきましょう。一日も早い復旧と皆さんの回復のために何ができるか常に心に留めて考えて行動します。離れていても心は共にあります。とにかく心と体が休まりますように。 by 春之助。一緒に深呼吸をして副交感神経を優位にして心と体をリラックスさせていこう。自分のペースでリラックスしながら深呼吸でいいよ。 3.11 の時故郷が終わったと思いました。でも生きて今があるし故郷が蘇りました。先が見えない中未来のことなんて考えられないけど絶対に絶対にもう大丈夫と思える日が来ます。どうか諦めずに一緒に乗り換えましょう。 by ノア。はい、そのまま手を上げてギューッと伸びてもらおう。ギューッとギューッとギューッとで力抜くよ。パー、完璧、かみってるね。はい、みんなお疲れ様でした。なかなかね、気が休まらない緊張状態が続いてるよね。この状態が続くとこう背中が丸くなって胸が狭くなっちゃって、こうなると呼吸が浅くなり、呼吸が浅くなって呼吸のスピードが上がって、そうなっちゃうと不安感が増して眠れなくなったりするんよね。やけん不安感と緊張がある時こそ胸を開いてしっかりね、新しい空気を吸い込むこと、これがもうめちゃめちゃ大事でね。交感神経と副交感神経っていうのがあって、副交感神経が優位になると人間っていうのはリラックスできるじゃん。で、人間が唯一副交感神経を優位にできる方法が呼吸っちゃんね。ゆっくり深い呼吸が体をリラックスさせてくれます。だからね、なるねーとここに集まってくれてるみんなと一緒にこのストレッチをして心と体を軽くしていこう。今不安で眠れない、体が動かせてなくて気持ちが落ち込んでいる、そういう状況にある人が多くいます。そんな状況にあるもう一人でも多くの人にこの動画を届けたいので拡散お願いします。みんなの力を貸してください。大変な時期をみんなで一緒に乗り越えよう。絶対に平穏な日々は戻ってきます。みんなの笑顔のために私ができることを精一杯やっていかせてください。ではでは、待ってろよ今日より元気な明日の日本。またねー。笑顔大事だよ。